はい、What's up? 山本です。本日は2021年の航空会社の修行について今後どうなっていくのかっていうのを簡単に解説する動画をお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私、山本が旅の情報などをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今回は修行に関して情報をお届けしたいと思います。簡単に今回のあらすじ説明していきたいと思います。まずは2021年の修行がどのように変わっていくのかっていうのを中心にお届けしたいとは思うんですけども、その ANA、JAL、おまけでデルタも入れておこうかな。この3社をお届けして、その後に実はかつてこういうキャンペーンがあったよっていうお話。昔上級会員取った方、あの頃思い出してください。最近上級会員取った方、または持っていない方、昔ってこんなのあったの？すげえじゃんっていうのを思っていただければなと思います。それでは今後の上級会員に関するお話、まず日本航空からいきたいと思います。日本航空では2021年、ステータスを持っている方にボーナスフライオンポイントのキャンペーン、こちらを開催するみたいです。これ何かと言いますと、日本航空のステータス、JGC の JAL グローバルクラブだけの方は別なんですけれども、ダイヤモンド、JGC プレミア、サファイア、クリスタル、この4つのステータスをお持ちの方、2021年度のポイント、フライオンステータス上げますよということで、ダイヤモンドで4万、JGC プレミアで2万8000。サファイアで1万5000、クリスタルで8000ポイント差し上げますよというキャンペーンになります。なお、これは自動的にキャンペーンの対象になりますので、我々から何かアクションを起こす必要はございません。それでこれに伴って、おそらく9割方そうなるとは思うんですけども、JAL のフライオンポイント、ここ毎年かな、ステータス持ってる方、実は初回搭乗でプラスだったりだとか、あとは JAL カード持ってる方でプラス。されてますよっていうキャンペーンあったんですよ。例えば私2014年から毎年 JGC プレミアの資格持っているんですけども、ここ数年は JGC のプレミアの資格持ってて、初回搭乗の際に何ぼだったかな、3000ポイントと5000ポイントの8000ポイントだったかな、これぐらいは毎年ボーナスでついてたので、なので毎年7万2000とか7万ちょっとぐらいを残りポイントゲットできれば JGC プレミアだよっていう状況が続いてたんですけども、おそらく来年はこのキャンペーンなくなると思うんですよね。なのでその今言ったダイヤモンドからクリスタルの方のこのいただけるポイントのみで修行を進める形になるのではないかと思います。あとはおそらくまだ東南アジアの 1.5 倍、オセアニアの 1.5 倍、こういったのも続くとは思うんですけども、こういったご時世なので前半はまだまだ国内線のみでのポイントゲットが主流になるのではないかなと私は個人的に思っております。他にもキャンペーンいろいろあったんですよね。国際線で例えば新規就航したところに行くとフライオンポイント2倍にしますよだったり、そういったキャンペーンもあったんですけども、昨今こういった情勢ですので、そういったキャンペーンは特にないんじゃないかなと思います。なので2021年後半戦になれば海外行けるようになるのかなっていう気はするんですけれども、しばらくは国内線、特に沖縄中心に稼ぐのがベターなやり方だとは思いますので、ここでやっていかないとって感じですね。また今年行っていたフライオンポイント2倍にしますよというキャンペーン、2021年やるかもまだわからないので、やらないよっていう前提で考えてもやはり国内線の加算が主になっていくのではないかなと思います。結構端折ってしまいましたが、日本航空の2021年はこんな感じです。一方 ANA です。 ANA は結構今までにない斬新なことをやっております。びっくりしました。と言いますのも、 ANA の場合はこの日本航空が行っていたステータス持ってる方にポイントを上げますよっていうキャンペーンは一切やりません。その代わりではないかもしれませんけども、じゃあ日本航空がそれをやる、 ANA はこれをやる、じゃあこの ANA のこれ何だとやって言いますと、プレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021ということで、簡単に言うとお金使えば少しハードル下げるよっていうことです。そしてもう一つ簡単に言うと、大多数の人このキャンペーン難しいと思います。と言いますのも、条件がねちょっとこれきついんですよね。具体的に言いますと、 ANA の場合ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドの3つなんですよ。で今回はこのキャンペーンにダイヤモンドプラスモアっていうのが出て、これ確か家族にも上級会員の資格あげますよとか、そういったやったやつだったとは思うんですけども、具体的に何が必要か、通常 ANA ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドで、3万5万10万だったかなのプレミアムポイントが必要なんですけども、この必要なプレミアムポイントの数を下げますよと。
なので今回ブロンズはちょっと端折りますが、皆さん目指されているプラチナの場合、本来5万ポイントのところ3万ポイントでいいですよということです。ただしこの3万ポイントになるためには条件がございます。一つの条件、対象サービスを利用する。この対象サービスというのは、例えば ANA の機内販売であったり、 ANA のマイレージモールを使って何か買うだったり、 ANA のふるさと納税使うだったり、そういった各種キャンペーンが行っておりまして、このいっぱいあるキャンペーンのうち7つ使えます。これが必要です。そしてここからが鍵です。 ANA カードまたは最近始まった ANA Pay、 これの決済額が600万円。無理じゃないですか。1年ですよ。1年で600万円。しかももう始まってるんですよね。2020年の12月16日から2021年の12月15日の間に500万円ですよ。あ、ごめんなさい、600万円ですよ。難しくないですか。簡単に日本人の平均年収を超えてるので、正直な話、昔の私だったら全然余裕でクリアしてました。今そういったのがほぼほぼできてない状況なので、1年で600万って無理ですよね。本当によほどのお金持ちの方であったり、あとは会社の出張であったり、その建て替え、こういった費用が多い方じゃないと無理じゃないかなと思うんですよね。ちなみにダイヤモンドも同じですね。600万円または400万円で、ダイヤモンドの場合ですと必要ポイントが5万ポイントまたは8万ポイントです。5万ポイントの場合は7サービス以上、8万ポイントの場合は4サービス以上で、それぞれ600万と400万に決済額少なくなりますよというものなんですけども、それでも400万円ってきついですよね。そしてこの400万円払ったところでプレミアムポイント必要数8万なので、2万ポイントしか変わらないんですよ。ちょっとこれ、面白いけど難しいかなっていう印象です。今まで日本航空も ANA もいくらね、お金持ってよ、いや俺金持ってからこれで上級会にさせるやつでも、いや無理です、乗ってくださいっていうのが基本スタンスだったんですけども、 ANA はついにちょっとお金持ってる人だったらいいよっていうふうに舵を切ったのかなと思います。おそらく昨今こういった情勢ですので、ANA 側も皆さん報道で流れてる通り、お金がやはりショートしそう、いろんな金融機関から今融資受け入れてますので、そういった部分で ANA カード、最終的には ANA の方にもお金入ってきますので、決済額の数パーセントは、そういった意味でのやっぱり何て言うでしょうね、修行目線ではないですけども、 ANA 目線では少しANA の方にお金が入ればまあいいんじゃないかなっていう風な目線で、こういったサービスをやってるんじゃないかなと思います。これは ANA だけなので、 JAL は今まで通りちゃんとしっかりいっぱい乗ってねというスタンスです。おそらく ANA も JAL も厳しい状況であるのは間違いないんですけども、 ANA よりかはまだ今は日本航空の方が少しマイナスの額も含めて安心、なんて言うんでしょうね、お金的な部分でまだ余裕があるのかなっていうのはこれで見受けられました。なので ANA の場合は特に今までステータス持ってるから少しポイント優遇しますよっていうキャンペーンは2021年行いません。ここが ANA と JAL の違いかなと思います。ちなみにもう一つ、デルタ航空行きたいと思います。デルタ航空、かつてはデルタのクレジットカード持ってれば上級会員無条件にしますよっていうのをやってました。そして僕もそれに便乗してクレジットカードを作ってデルタの上級会員だったんですけども、2、3年前にそれやめたので、それに伴って僕もデルタの上級会員終わりました。ただし今はこれですね、決済額150万とか1年使えば上級会員にしますよっていうものだったんですけども、そもそも僕デルタであったりスカイチームの航空会社あまり乗る機会なかったので、かつそれに150万使うのもなと思ってカード解約して、今はデルタの平会員です。なのでデルタに関してはクレジットカードを持って150万以上決済すれば上級会員になれます。ただしデルタは日本の航空会社加盟しておりません。国際線、海外の航空会社メインですので、昨今こういった情勢です。持ってたところでっていう風になってしまいますので、今じゃなくてもいいのかなっていうのがこのデルタの印象です。そしてここからは私が2013年に SFC、 14年に JGC プレミア、今もずっと毎年継続しています。かつて修行どんな感じだったのか、あの頃修行された方は思い出してみてください。私が修行した2013年、実は結構余裕で SFC になれたような記憶があります。間違ってたらごめんなさい。 あれ日本航空か、ごめんなさい。 ANA の場合ですと、今は定番ルート沖縄東京クアラルンプール、クアラルンプール東京沖縄、これが
定番ですよね。これには人によっては国際線発券、クアラルンプール発券のものをくっつけて2回分やられる方もいらっしゃると思うんですけども、かつてもそういったのができました。そしてかつてすごかったのは国内線、この区間の入れられるセグメント数もう2つだったんですよ。今はこれ沖縄発にしたんですけども、昔僕が2013年やった頃は札幌、沖縄、沖縄、東京、東京、シンガポール、シンガポール、東京、東京、沖縄、沖縄、札幌、これを一つの料亭で組み込めたんですよ。で、金額は今よりも安いです。なので6万円ぐらいでこの料亭を組み込めたんじゃないかなっていう記憶はあります。国際線乗り継ぎ割引運賃だかなんだかっていうのがあったんですよね。それが2014年か15年になくなってしまったんですよ。なので僕はまだそれがある時代に修行してたので、札幌、沖縄、沖縄、東京、東京、シンガポール、シンガポール、東京、東京、沖縄、沖縄、札幌、これを結構やってました。一番ひどかった時は本当にいわゆる修行ですよ。もうガチの修行みたいな形でシンガポールに明け方着いて、その日の夜にシンガポール出国する、でそこからまた東京行って、沖縄行って、札幌行ってっていうのを3日間全部こなしたのかな、うん、もう絶対これやらないっていうのを決意したんですけども、そういったのがあったのが2013年の ANA でした。で2014年になると、15年かな、無条件でフライオンポイント2倍っていうキャンペーンをやってたことがあったんですよ。今昨今言った2020年の初頭に ANA も JAL も2倍のポイント差し上げますよというキャンペーンやってたんですけども、2014か15か16の日本航空は本当無条件ポンってやってたんですよね。それに加えて今言った ANA と同じような国内線をさらに2区間ぐらい付け加えられる予定を一つの予定でできたので本当に良かったです。例えば関東にお住まいの方であれば、今は東京から沖縄に行く国内線のフライトを別手配しなきゃいけなかったんですけども、それも一緒に組み込めたんですよ昔は。っていうのもあったので、かなり単価低くできてたなっていう印象があります。あとはね、本当にいろんな修行ルートで行きましたね。思い出深いのはいっぱいありすぎて、これ話すとまた話それてしまいそうなので割愛したいと思います。気になる方はコメント欄からください。ちょっと多かったらその話また今度したいと思います。なので昔は本当に修行するのも楽と言いますか、結構単価低く抑えられておりましたが、まあ、昨今こういった情勢で徐々に上がっていってるのかなっていう感じはします。今後も JGC プレミア私は維持したいなとは思っております。早く日本航空の国際線のカレー食べたい、キャセイの担々麺食べたい、もういろんなランジでね、まあいい思いしてきただけに、昨今どこにも行けなくっていう感じで思っております。話は長くなりました。今回の動画では2021年航空会社の修行に対して、ここの部分とかつての修行こんな感じだったのよ、こんな感じだったよというのを中心にお届けいたしました。それでは今回の動画はここで失礼したいと思います。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。 Twitter、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。今回も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。